ヤマン、コテツボンブラックとコテボンでございます。今回は CB ちゃんのタンクを磨きたいと思います。ぜひ見てってください。パッと見は綺麗なんですけどね、このここのね、シートと干渉する部分、どうしてもこれ黒ずみができちゃうんすよ。今回はこれを撃退しやっすよ。まずはバケツに水を張って粘土を突っ込みます。で、粘土を使って何をするかって、そうです、鉄粉を取るんです。必ずしも磨く前の工程として鉄粉を取っておかないと大変なことになりますので、皆さん粘土は忘れずにかけましょう。で、小さくしてね、丸くしまーす。で、ウエスをびちょびちょに濡らしてタンクをびちょびちょにします。この時なるべくあでやかにタンクを撫でてください。そして粘土処理です。手のひらにポコって乗せる感じで優しく持ってください。あまり力を入れすぎると傷が入るので優しく、そして丁寧に粘土してください。ぐるぐる回しながらやると効果的かもしれません。ここで今は素人が教えるコツを伝授したいと思います。触れるものは女性だと思え。以上です。粘土が汚れてきたらこねくり回して新しい面を使います。こんな感じ。ここからは 4.95 倍で見てください。こんな感じで手際よくピャピャっとやっちゃいましょう。鉄粉が取れると粘土が茶色くなります。ここからは 3.4 インチ倍で見てください。ここの汚れのところも入念に粘土をしたいと思います。結構茶色くなりました。結構取れたな。しっかりと粘土をした後は水拭きで水分をよく拭き取ってください。コツはやはりなるべくあでやかに拭いてください。じゃーん、今回はソフト993のコンパウンドを使いたいと思います。量販店でよく売ってるやつなんで皆さん手に入りやすいと思います。お値段700円ぐらいです。このコンパウンドは車体色で分かれてるので皆さん買うとき注意してください。そして付属のスポンジに適量を垂らします。チュパチュパ音注意してください。チュパ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 、お前が言うんかい。1回ではやはり取りきれないので何度かこの作業を繰り返します。パチ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 、もうええって。このスポンジは結構目が細かかったので力を入れてガツガツこすってます。では磨く前との比較画像をどうぞ。結構落ちましたね。落ちたけどまだ残ってます。どうしようかな。そうだ、これ使おう。これバフバフでございます。バフバフをこの両尾のポリッシャーにつけて磨きたいと思います。もしかしたらこっからちょっと音が大きいかもしれないので注意してください。コンパウンドを少し垂らします。ちょっと水っぽいかな。そして一気にいっちゃいますよ。みんな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 、パイン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 。サクッと磨いただけで結構取れましたが、まだ取れてませんのでもう一発行きたいと思います。
まあ汚れがきついところとかにコンパウンド垂らして、そこでポリッシャー当てて熱をかけながら取るみたいな感じですね。あんまりポリッシャーを動かさずずっと同じ場所磨いてると熱持ちすぎて塗装がやられちゃうことがあるので、ちょぴちょぴ動かしながら作業してください。そんなに押さえつけることもなく軽く当てる感じで OK だと思います。だいぶ落ちてきましたね。それでもまだちょっと気になるところがあるので磨いていきます。コンパウンドの量も大体で決めてます。私の場合はずっとスイッチをオンにするのではなく、オンオフを繰り返して強弱をつけながら磨いたりします。ツヤツヤピカピカフォー。ちょっと黒いところがあるので、そこにコンパウンドを垂らして優しく磨きます。角も熱が逃げにくいので、スイッチをオンオフにしながら磨いていきます。でも基本的にパール系の塗装は強い、まあ硬いので、ガンガン回転数を上げて攻めても大丈夫だと個人的には思っています。だいぶ綺麗になった感じがしますね。遠目で見たらほぼ分かりにくくなりました。近くで見ても黒ずみは残っていませんね。綺麗綺麗。なかなかいいですね。ソフト99さんの超ミクロンコンパウンド。案外し、気に入りました。で、コンパウンドがついてるので、空拭きします。この時も、なるべく、女性だと思って、優しく拭いてください。ここのゴムブッシュの入ってたところの黒ずみは、さすがにポリッシャーでは危ないので、さっきのキュパキュパスポンジで取りたいと思います。パキュパンキュパンキュパ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 。まあ多少の汚れ程度だったのでこれぐらいで十分に取れました。ピカーピカー。やっぱ綺麗っていいですね。普段は見えないところでも綺麗にしてると気分がいいです。次回はこのコンパウンドでタンク全体を磨きたいと思います。よければ見てくださいね。チャンネル登録、高評価、お願いします。アデュー。